手、あ、立って。これ、絶対余裕ないやつ、いつも。はい、いつも余裕ないやつ。で、ここ、ここをしっかりと締めといたら、絶対そんなブレることないから。はい、大きく動いて。はい。1、2、3。ゆっくりそっと置いて。4。はい、5。6。7。ストップ。足が横から、持ってくるイメージでやるからブレるんやと思うねん。はい。だから普通に、この足を、もっと上でついたらいいと思う。ああ、はいはい。こうやってるから、はい、やりにくくて、はい、こうしっかり余裕持って、わかる？わかります。はい。1、2、ゆっくりゆっくり、4、5、6、7、8、9、10、テンポアップ、せーの、1、10、3、4、ポジティブなんで。もうえって。すぐ戻ってきたらあかんよ、はい。しっかりとそこで使うんだ、筋肉を。そう。腹筋締めて戻す。そう。腹筋でしっかりコントロールしてきて。そうそうそう、よくなってる。大きくひねって、ゆっくり戻す。はい、今からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK、いいよ。もっとここやってスタート。OK、じゃあ油かいて。はい。足、こうする。上半身起こして。肩甲骨。足とか。普通に。そうそう。じゃあここに手を置いて。で、しっかり前を向いて、はい、大きく回して、で、その時にこれ親指つけてるけど中指でいいよ、はい、で、前から前向きに回すし、後ろで肩甲骨閉じて、ちょっと聞いてくれる？一回、はい、すいません閉じたところから、はいはい、丸めたいんよ、背中、はい、肩甲骨の周りを緩めたいんよ、はい、だからこの同じこの形で回すんではなくって、締めたらしっかり縮まる、伸びる、縮まる、伸びる、縮まる、しっかり猫背なって入れて、猫背なって入れてっていうイメージやって、はい、そうそうそう、息止まってない？そう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 。そう。で、力入れすぎないでね。余裕がないんで。実は全部余裕がないんで。丸めて、伸ばす、はい。ゆっくりでいいよ、ゆっくりで。ゆっくりでいいから、しっかり動かしていかんと。はい、ラスト1回回して。
次、反対。その閉じたところからぐっと胸開いて肩甲骨閉じていく。しっかり回していくイメージで、両方一緒にやってます。1個は反対、1個は反対。ここの時肩は入れない、肩に力は入れない、ここの間、ここをしっかりと柔らかいイメージ。もっと大きく動かして体もグッと、そう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 、はい、手伸ばして、じゃあ後ろに手回して、しっかり前に、はい、丸めて、背中丸めて、そうそうそう、丸めて、ゆっくり吐いて、ぐーっと背中丸めて、そう、キャットの時と同じね、要素は。キャットって分かる？分かります。キャットの時と同じで、ぐっと寄せていく。吐いて、息。いつも呼吸が止まってるよ。はい、戻す。戻す時、しっかり開く。で、ぐっと背中丸めながら、前に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 持ってくるよ。はい、開いて。丸めて、じゃあこの手上にグッて伸びて、伸びて、硬いな。もう一回、背中丸める、上に伸びる、ラスト1回、はい、吐いて、息吐いて、はい、伸びる、いいよ。あれ、何とかある？足りんとこ、腹筋、背筋。オッケー。